にちは、山岡ゆり子です。ちょっと気になる話題をお届けするゆりトピ、今回は涙のお話です。涙というと嬉しい、悔しいといった感情の涙もあれば、目にゴミが入った、コンタクトレンズがずれたなど外的な刺激によって流れる涙もあります。今回は感情の涙に注目したいと思います。涙の味って意識したことありますか？涙の元は血液です。血液からヘモグロビンなどを取り出した結晶からできています。一言で涙といってもいくつか分けられるそうで、まず基礎分泌といわれる涙、これは潤いや老廃物の分泌にあたる涙です。続いて情動性の分泌といわれるもの、これは喜怒哀楽といった感情が高ぶることによって流れる涙です。そして刺激性分泌という涙、外部の刺激によって流れる涙です。この中でやはり涙を流すというイメージが強いのが感情によって流れる涙ですよね。その涙、感情によって味が違うと言われますが、感じたことがありますか？例えば悔しい、腹が立っているなど、心拍が上昇して血管が収縮している状況、交感神経が働いている時ですよね。この時の涙の味というのは塩辛い、しょっぱい味がするそうです。また嬉しい、感動したといった副交感神経が働いている時の涙は水っぽくて少し甘めの味がするそうです。いかがでしょうか？皆さんはどちらの涙をよく流されるのでしょう？私は断然塩辛い方です。今まで生きてきた中で甘めの味はほとんどない塩辛い人生を送ってまいりました。感情を抑えなければいけないことの多い世の中です。時には自分の心に素直になることも必要だと思います。周りの迷惑にならないように、塩辛くても甘くても涙を流して発散することも大事ですよね。泣いて目が腫れたという経験ある方もおられると思います。これはまぶたの裏の副涙腺というところまで血液が運ばれてしまうからまぶたが腫れるんだそうです。そして腫れたらすぐ冷やすこと、一晩寝てからでいいか、では遅いそうです。結構泣いたなと思ったら即冷やす、これ忘れずにやってみてください。流した涙は空の星になると何かの歌で聞いたことがあります。悔し涙も空の星になったと思えば、また次の一歩を踏み出せそうですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ゆりトピ、次回もお楽しみに。